こんにちは、ハレルヤ看板娘のケッチンです。今回もケッチンレビューやっていきます。というわけで今回紹介する商品はこちら。わあ、すごい MTG ウォールスクロールです。初めてくるくるってやった。すごい、見てください。ちゃんと見えてるかな。すごくないですか。てかすごい素材が意外と綺麗、ツルツルしてていい。なんかね、安っぽくないです。手元に英雄ターン以外のもう一個の天使サイズもあるので広げてみたいと思います。めっちゃ大きい。ジェイスです。すごいね、大きいね。やっぱりさっきのと素材も同じでしっかりしてて、なんか部屋によってね、自分の部屋によってこっちのサイズにするか、もう一個の英雄ターンのサイズにするかっていうのを測ってみて選んでもいいし、自分の好きなねカードのデザインの方を選んでみてもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、このアンティキティ戦争、ね、MTG のストーリーの中ではすごく大事な部分らしくって、私もねまだ全然ストーリーわからないんですけれども、下の方に URL があるので読んでみてください。なんか兄弟喧嘩のなんか話、戦争っていうぐらいだからね、なんかすごいパンチしてパンチパンチみたいな、なんかどうなってるんだろう。絵がねすごいかっこいいんですけど、ストーリーがね分かった上で飾るとなんかよりいいなっていう感じがします。私も後で読んでみます。サイズと同じものは悪残の天使と水蓮のコブラ、精神を刻むものジェイスとブラックロータスの4種類が発売されています。サイズは2種類あります。先ほど、私が手に持っていた英雄ターンサイズ、縦 95.0cm から横 40.6cm、 あといつも撮影の時に後ろに飾られている天使のサイズで縦 95cm と横 68cm の2種類あります。マジックプレイヤーのお部屋に欠かせない度星5です。というわけで今日のケイチンレビューはここまで。今回の動画が良かったと思ってくれた方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでケイチンでした。バイバーイ。